我々工学院では機械システム制御電気電子情報通信経営工学などの学問を通して社会を持続的に発展させるための解決方法やそれを具現化するための方法論を学ぶことができます。一言言でうと言っても皆さんのイメージされているロボットとは少し毛色が違うかもしれません。 我々の研究室では流体でソフトマテリアルを駆動する技術を基盤にして生物特に軟体動物や関係動物の動作原理を参考に柔軟に動くロボットの開発をしています例えばカタツムリが波を送りながら進む動きからヒントを得て寝ている人の体の下を進むロボットも開発しています。このようなロボットは 衣服のシワを伸ばせるため高齢者のとこずれ予防に役立つものと期待されています研究の分岐点に直面したときすぐできることよりできたらすごいことの方を選ぼうとこう言っています単に動けばいいやという安易な姿勢だと既存の壁を打破するブレイクスルーはなかなか生まれません理想の動きを追求する姿勢こそが 社会問題を解決する上で突破口になりうると考えていますその時自然界で既に実現できている生物の動きはとても心強いお手本になるわけですその一方で研究を楽しむという姿勢も忘れないようにしています新しい動きが生じるとたとえそれが当初の目標と違っていても素直に喜び一方 そそれを冷静に分析しようううとするそういう姿勢も心がけていますまたこの生物って実はこんな原理で動いていたのかという新たな発見をすることもあってロボット工学を通して自然の隠された秘密を解き明かすこともこの研究の醍醐味です。 流体ソフトロボットの設計法や開発事例についてビデオをなるべく多く使いながら紹介しますそしてそれらが私たちの社会生活にどのように活用されそうかその展望も述べたいと思います、えー、こんにちは塚越です、えー、今日は生物に学ぶ流体ソフトロボットについて紹介します、えー、昨今 社会のさまざまなところでいろいろなロボットが活躍し始めました。まあ、このような人間型ロボットやあるいは掃除をするロボットなども結構身近なものになりつつあります、えー。これらは電動モーターによって位置や力をガチガチに制御するということが望まれています。一方、自然界に目を向けますともっと柔軟な動きで そして多様な環境で多様な場面で適応しながら生きているそういう生物そしてその生物にはとても柔軟な筋肉が使われていますね。えー、私はこの柔軟性に注目して変幻自在に形を変える流体でこれを人工的に再現するということを目指した研究を行っております。 もしそ,のそれぞれの目標に応じてこの人工物を力や位置というものをリデザインしてそして操縦者の意図するように操ることができればまたそれを滅菌処理して体内に入れるそういう検査や 治療を行うロボットへの発展性も生まれます今日はそのような観点から開発してきたロボットとして次の3つのこの機能に注目した講演を授業を行っていきたいと思います。まずは一番最初の項目です。生物の移動する手段として進行波というものがあります。 ご覧の映像のようにこれはタコなんですけれども自分の体よりも狭い環境にこの腕をぐーっとこう折り曲げてその折り曲げたところを波でこう送りながらですねこのように入っていくことができます。もしこれを実現することが人工的に再現することができればこの今のタコのように狭いところに入っていく 柔軟性の高いロボットが実現できると期待できます。えー、まず最初に取り組んだのがこのタコと同じような筋肉構成が再現できないかという観点からの研究であります。これはタコを輪切りにした時のその筋肉の構成です。えー、対角線の構成対角線の部分にこう縮めようとする筋肉軸方向。 そして斜め方向3種類の縮もうとすする筋肉から構成されていますそしてそれらは筋肉流体とも呼ぶべきこう体積一定のままあいろいろな方向に縮もうとするそういう,うその特性のあるう筋肉なわけなんですねでこれを再現するために、えー、かその 加熱すると縮もうとする形状記憶合金に注目してその周りに柔軟ゲルで覆った構成を開発しましたでご覧のようにさまざまな方向に湾曲するという動作は実現できたんですがこれをタコと同じように波送り動作をしよう再現しようとするとこのデバイスを直列に複数個配列する必要がありますそうすると根元のところで導線が太くなって かさばり硬さも増しして柔軟なな動きが再現しづらくなるわけですね、えー、このような設計上のまあ問題、えー、その課題にですね直面してこれを回避しようとする方法としてもっとその波送りだけに注目するならば簡単な構成があるんじゃないかということで新たな視点からの研究に取り組みました。はい ご覧の映像は円筒状の17チューブに水圧で加圧している時の映像です折り曲げると流路がこのように遮断されて水が止まりますさらに強く加圧するとこの折れ曲がっているところが移動するのではないかと最初そのように期待しましたしかし実際にこれ今下側の加圧を下側を加圧しているんですけれども、えー、そのザクツ点は移動しません ななぜならこのザクツボを境に下流側が断面積丸いままですのでその動きを阻害するわけですねそこでその無加圧状態で断面があらかじめ潰れている我々このチューブを導入しましまたこちらの一方を加圧した状態でその動かしますとご覧のように座筒点がスムーズにずっとこう移動しまして まあ、あのタコの動きのようなそういう基本的な動作が再現できる可能性が見えてきたわけですそしてこのザクツブを安定に保持するためにスライダーを導入しましまた、えー、ご覧のように、えー、左右から圧力を切り替えることによって、えー、そのそれぞれの方向への移動というものがあ実現していますこの時の速度と力出力これを計算して体重えー、たいあの 荷重で割ってみますと電気モーターに比べると約10倍ほどの出力密度が得られるというその流体ならではの可能性というものが見えてきたわけです。このデバイスを先頭につけて2つの柔軟なチューブを接続した状態で一方を固定して加圧しますとその固定したチューブが受動的にその自重によって 蛇行しまして剛性が高まりまりすそしてその中を支えながらもう片方のチューブを押し上げるという動作が実現できましたそしてこれを交互に加圧を切り替えることによってゆっくりとこうこれ8メートルほどの延長管間なんですけれども登ることができたわけですでこのような移のこのような移動をする柔軟なロボットというのは 石油化学プラントやガス管配管などのその管の中の亀裂や腐食を検査するのに有効と考えられます現在配管内探査ロボットとしてこのような車輪を電動モーターで駆動するものが合計150ミリ以上の配管の中で使われていますしかしそれよりも狭い配管ですとこの高度が 抵抗として大きく作用する上になおかつ導入できるモーターのサイズが高高されますのでなかなかその内部を移動するというこでその課題の解決として流体は圧力さえ上げれば水力を大きくできるという特性がありますのでこれで小型で柔軟な構成でありつつ水力を生成できるものということに着目して我々は開発を進めたわけです。 ご覧のこの管は四曲がりで先頭に先ほどのそのチューブロボットの前にカメラをつけて内部を探査できるようにしました。またこれ単に奥に行った状態で引っ張っただけですとなかなか力が先頭ままで伝わりませんしかし逆位相にこう移動させることによってこのように交代動作も生成できるということが見えてきました。 でさらにもうちょっと実用性を高めるためにですね先頭にその能動的に首振りをする機能もつけましてこれ1 0ル以上ある分岐管のある配管なんですけれども目標方向を選択しながら移動できるそういうそのロボットが実現できました。これ合計約5 0ミリの配管ですけれどもこれほど狭くてもですね チューブ自身が自動的に適用しながら中を入っていくことができます。今これあの企業と共同でさらに実用化に向けた開発を行っております。でさらにこれこの原理がですね協力になる方法として扁平の柔軟チューブを消防ホースに置き換えたデバイスも紹介します。 これは全く同じ原理なんですけれども水圧でさらに出力を高めながらこのように人を搬送するということにも適応できます。2011年東日本大震災直後に太平洋地方で津波のあとがれきが散乱してダイバーの方ですら中に入って港湾の破壊状況を調査するというのが難しかった環境がありました。 えー、その解決策として、えー、我々提案したのがこの消防ホースに沿って、えーまあ、岩なども乗り越えながら港湾内を探査するという装置です。えーまあ、あのホースそのものはあこう投擲やあるいは、まあ、無人ヘリなどから降ろしてですね設置すればあとはその消防ホースそのものは環境に対して動かずにその コースに沿って移動するという生成がまあ生じますので、非常にその決められた経路でですね、安定した動きを実現できるというものに使えると思っております。さてこのようなあまあタコの進行波から発生したものはさまざまな可能性が見えてきたわけなんですけれども、もう一つこれは。 別の生物を参考にした波送り動作で医療分野に適応するものについても紹介したいと思います。えー、現在肺がんの検査ああとしてですね、えー、まず CT で肺内部をおまあ検査した後、えー、悪性な細胞があるかもしれないと疑わしい映像の箇所については気管支内視鏡と呼ばれる内視鏡を まあ口から挿入して、えー、気管支内部を移動させ、そしてその細胞を生検として採取して、えー、調査するということが行われています。えー、しかし、この気管支鏡、えー、その気管支内部が多岐にわたっているので、それを挿入するには非常に高度な技量が必要なようで、えー、熟練した医師の方でないとなかなか難しいというふうにされています。 この検査をさまざまな医師の方にまた病院の施設を問わず安定にその検査を提供する方法として我々はこの,ロボこの機能ですねこの内部の移動機能をロボット化してどなたでも扱いやすいそういう検査ロボットができないかということを考えました。 現在呼吸器内科の先生とこのロボット化を進めております。まあ、非常に難しいのは気管支自身がサイズがまあ変わりなおかつ非常にこの3ミリ以下にまでなる狭い環境を、まあ、方向を選びながら移動しなければならないというところであります。えーまあ、そこで我々一つその参考にしたのが。 ほとんど形を変えずに狭い土の中を潜っていくことができるミミズの移動方式に注目したわけですご存知のようにミミズは先頭から順番にこの伸びてですねそれ以外のところを地面にアンカーロックさせながら進めていますこの波送りを再現する上で例えば、まあ、バルーンのようなものをつけて 順番にその伸長する動作というものを個別に加圧するという方法もありますけれどもそうしますと根元でチューブがだんだん太くなってしまって再経化が困難になりますそこで我々は細いチューブ1本だけでこのような波送り動作ができないかというふうに考えました いろいろなこう方法を試作したり検討した中で最終的にたどり着いたのが次のような構成です。これ1本の加圧用のチューブこれ先頭から根元に向かって大きさがだんだん大きい穴から小さくなるように設置された穴を設けています。さららにににその外側に加圧すると半径方向に膨らみ 減圧すると軸方向に伸だかううすそうしますと加圧すると順番に流量の大きい先頭のところから縮み始め減圧するとやはり流量の多い先頭部分から伸び始めるということが加減圧をするだけで期待できるわけですね。 えー、まずこの映像をご覧くださいこちらがまあ外径約2.6ミリのチューブで、えー、これ単純に加減圧を根元にしてるだけなんですけれども、えー、ご覧のような前ん動運動というものが再現されました、えー、でさらにこれ尺取り虫のようにこうちょっと縮む機能も設けて もう少しこう太い状態からこう入れるそういう機能も実現できることが分かりました。またこの気管支の分岐部でですねどのようにその方向を選ぶかということなんですがその基本となるのは次の構成です柔軟なシリコンチューブの内部これ空気で加圧しますとこれだけですと半径方向と軸方向に膨らむ。 ただそれだけなんですがその外側にに伸びない糸で螺旋状に巻きます。この状態で加圧しますとその糸ががほぐれるる方向に回転すす。という動作が生じますこれを利用してあらかじめ癖のついた湾曲を一方向にしてあるそういう柔軟構成を内部に入れましてこの状態から加圧しますと曲がっている部分はぐるっとこう回転すると。 いうことが期待できるわけです、えー、ご覧のようにこの圧力に応じて、えー、この回転角をコントロールできるという機能が確認できましたしかしこれを単に、えー、もう一つのチューブを設けて別系統でカーシをつるとまたちょっとこう太くなってせっかく再経過を試みたものがなかなか使いづらくなってしまいますそこで、えー、この先頭の湾曲用チューブ 方向相対チューブにもです、ね、先ほどの原理と同じようにさらに小さい穴を設けてその加圧時間をコントロールすることによって湾曲角度を制御しししようと、まあ、そういうこととそいこにチャレンジしましたさまざ、あ、まな工夫を、まあ、それ以上に施す必要があったわけですけれども最終的にこの分岐管を選べるそういう機能が実現できまして。 これは先頭に LED をつけて研修員の方が使っている機関紙モデルでその有効性を実験した時の映像です。今この赤い部分を目指して選びながら移動していることがお分かりいただけるかと思います。えー、まああの、えー、さらにですねこれあの細胞を取ってくるこう機能もつけまして実用化させようということを今試みている状況です。 えーまあ、この他にも進行波を利用したあ、まあ、移動あるいは作業ロボットというものをやっているわけなんですけれども、えー、時間の都合上ここではそれは割愛しまして次の話題として、えー、この先端成長動作というものに着目したあ事例を紹介したいと思います、えー、このようにこう狭いところを移動するロボットというものをいろいろと開発していきますと 一つ見えてくる課題として外部の環境とどのように摩擦を減らしながら入っていくかというところが大きな課題です、えー、まあ自然界に目を向けますと例えば植物などは、えー、ゆっくりではありますけれども土の中をこう着実に潜っていって奥深くまで根を張らすことができますただ植物はご存知のように 正正点から先だけを伸ばしている徐々にこう全体が伸びているわけではなくて先だけいつも先端だけがこう出て根元のところはただ太くなるだけなんですね。でこれをもしロボットとして実用的な速度でこの動きを再現できればさまざまなその環境で摩擦を低減した移動ロボットができるんではないかと、まあ、こういうふうに考えたわけです。 で植物以外にまあこのように干し口動物などは先端から成長動作をさせますしカタツムリもこのように角を出しますで、これを再現する手法として注目したのが先ほど紹介した扁平チューブのザクツテが進展するそういう動作ですえ、二つの扁平チューブをこのように対抗させてその外側から流体圧で引火します そうしますと内部からこう、えー、扁平チューブが繰り出されるような動作これがあの実現できるわけですねでさらにその加圧方向を切り替えますと能動的に湾曲する湾曲方向を選ぶという機能も生じますご覧,ご覧のようにこれ今外側は動いてません中からだけが生えてくる動作です、まあ、最終的にはこれ例えばレスキューの現場などで 延命用の水などを要求。従者に救出されるまでの間提供しようと。まあ、そういうものへの応用も睨んだ。あ、そういう提案を我々行いました。で、さらにこれ、あのもう少し強力な力を生成できる構成にしますと、介護現場へも適用できるのではないかという風うな新たな可能性が見えてきたわけです。 えー、現在この合唱状態の長い高齢者の方がこのベッドに寝たままでいますとこの背もたれを持ち上げる動作でパジャマやシーツなどのしわが生じてそれを放置しますと床ずれやいわゆるその褥瘡というものが生じて、えーまあ、二次的な病気を引き起こしかねません。それを避ける上で今介護士の方が2時間に1回程度非常に重労働ですよね あのシワをを伸ばすす作業を行われているようです、えー、ただこの作業介護士の方の負担だけではなくて、えー、介護される高齢者の方もなかなか安眠できないという,うもう一つの課題があります。そこでこれをベッドなどにこう備え付けたロボットアームのようなもので、えー、実現できないかという発想に至りました。 一般的な工場などに使われているアームですと出力はありますけれども、まあ、人体を痛めかねませんまた単に空気を膨らませるバルーン型のロボットですと出力は足りなくてザク屈折れ曲がってしまう可能性があります。まあ、この相反するその条件をこう補い合う方法として 外部と摩擦なくく入っていく先ほどの先端成長的な動作に注目したわけですね、えー、その動作の様子をビデオでご覧ください、えー、これはあの3枚のシートからなっていまして、えー、1つのチャンバーにですね空気を加圧することで内部からこう繰り出すという動作がありもう1つのチャンバーを圧すると折れ曲がるという動作もあります、えー、ご覧のようにこうお 本体よりもですね、えー、のよりも狭いこう隙間でも受動的にこう縮みながら適用しながら入っていくことが可能ですしまたあのこれ人体を模した模型なんですけれども隙間がない状態からそのジャッキ糊を持ち上げてそしてこ下をスルスルとこと入っていく、えー、そういう動作もできますまたあのワイヤーを介してこのチューブをこう牽引しますと回収する機能もあるんですね であのこれ私も体の下にこう試してみたんですけれども何とも言えない今までのこう人に触られたりあるいは何かこう押したのではないなんか不思議な感覚があるそういう動きのあるものです。であの試してみますと23回程度出し入れしますとですねご覧のようにこうしわも除去できるそういう可能性も見えてきました。 でこのアームをですね、えーまあ、さらに複数使いましてもう一つのチャンバーに加圧することで寝返り動作も支援できないかということを、まあ、現在検討中であります。えー、最後に、えー、ここで紹介したいのはあ吸盤の機能です、えー、ご存知のとおり、えー、生物はさまざまなこう環境に こう恥じして自分の保身のためにあるいはあまあ食べ物を得るためにいろいろな吸盤をお各環境に応じたあ機能として発達させてきた経緯があります。えー、中でも皆さん、えー、非常にそのお思い浮かべるのはこのタコの吸盤ではないでしょうか。タコはあ外周部をシールした上で 内部の体積を大きくすることで相対的に大気圧よりも小さい圧力を出して吸着力を生成させています。その吸盤の筋肉構成は次の3種類です。放射状に縮めようとする筋肉そして継線方向そして円周方向この3つを組み合わせて変形させています。そそしてさらにそれらにれは あ、ロート部とドーム部、各々に内蔵されています。例えば、腕を介して吸盤を環境に固定させようという場合ですと、このロート部のところをですね、放射状方向とその径線方向を縮めさせてフラットにして、そして押し付けます。で、そしてドーム部のまあ えー、放射状方向の筋肉、これを収縮させることで体積を大きくさせて、いわゆるそのボイルシャルルの法則をもとに、えー、体積を大きくすることで圧力を小さくする、えー、そういう機能を発揮させております。まあ、これを忠実に人工的に再現しようとすると、非常にその柔軟性が失われて、なかなか複雑なメカになってしまうんですけれども、 我々はこれをなるべくシンプルな構成で実現させようと試みました、えー、ご覧のとおり、えーまあ、粘着性のあるフィルムとそして穴の多くたくさんついた、えー、プレートそしてその外側を覆うカップから構成されています内部をう空気圧シンクポンプでこう吸引させてあげますとそれぞれの穴の部分がへこみます もしその時環境に張り付いている部分はシールされているので負圧を生成できまたたとは例えこのコンタクトできていないところでもそれぞれの穴がセパレートされていますので漏れがなくこのような段差においても安定した吸着力を発揮するということが可能なわけですこれを3次元的に拡大した投擲用吸着ボールを我々開発しまして このよたと、えー、え窓枠のフレームうー凹凸のあるところでもです、ね、安定にこう吸着させて、えー、次の移動ロボットをおその移動させるその足がかりとして使える可能性をお、まあ、我々、えー、確認できています。でこれあの、えー、学会で発表したところあの医師の方にも注目していただきまして、えー、現在医療分野への適用も試みています。 え皆さん腹腔鏡手術というのは聞いたことあるでしょうかあの回復手術と違って、えー、小さい穴を開けて、えー、そこから内視鏡やいろいろな耳具を通して手術を行うので患者さんにとっては比較的負担が少なく回復時期も非常にその短縮化できるというメリットがあるようです。その反面 術者の医師の方にとっては非常に高度な技術が要求されるため難しい手術だとも言われていますその一つとしてこの幹部にかぶさっている臓器これをどう避けて患部にアクセスするかというところがこの腹腔鏡手術の難しい点の一つだと言われているようです現状ではこのようなヘラなどを介して えー、まあよ,よけているようなんですけれどもこれが <coughs> 時にはその臓器を痛める懸念もあって、えー、なかなかあのその解決をする手段としてはあその模索されている状況のようです。そこで我々この先ほどのタコの吸盤をまあアクセスさせて臓器に安定に吸着し、えー、よけるそういう動作への適用というものを試みました。 実際、その腹腔鏡手術の際に作業スペースを拡大するために臓器の中お腹の中をですね二酸化炭素でこう加圧して膨らませるということが行われるようなんですがこのような間接的に吸引するものですと直接真空でこう吸盤として吸引するものと違いまして二酸化炭素を吸ってしまう懸念もありませんのでこの腹部のこの作業スペースを十分確保したまま吸着させると。 いうことが可能になってきます。えー、ご覧の映像はあこの鶏肉にですね、こう当てただけで、えー、先ほどのタコ式吸盤を吸着させている時の映像です。非常にこのソフトタッチングで、えー、柔軟に持ち上げられている様子がお分かりいただけるかと思います。えー、またこちらはあの豚の肝臓なんですけれども、まあ、臓器の中で一番重いとされている肝臓にもですね、えー、まあ吸着させて まあそれを移動させられるそういう可能性もまあ満たされまして現在はさらに他の臓器への適用ということも医師の方と共同のプロジェクトで行っている状況です。でこのようにまあタコはタコで非常に有効性はあるんですけれどもさらにその陸生の生き物として強い吸着力を発生させるものとして我々ヤマビルに注目しました。 え山など歩いてるとこう足元にこう張り付いてなかなか剥がすのが大変なそういう強い吸着力を生成する生き物として皆さんご存知かと思います。このヤワビル面白いのはえこのように穴の開いた板。普通ならタコの吸盤ですとそのシールできないので吸着力は生成しにくいそういう環境でもですねえきちっとまあその 密閉された状況の半分ぐらいの吸着力は確実に生成できているというものです。えー、これはあのタコの吸盤以外にその粘液による粘着性とグリップする力というものが非常にその大きく作用している証であります。これはその粘着性とさらにただ粘着を高めるだけですと剥がすのが大変なんですが、えー、そのヤマビルは 動物に張り付きながら非常にその俊敏に引き剥がしながら移動するそういう機能があるのでその辺の吸着性と離脱性というものに着目して人工的にそれをを再現する試みを行いました構成されている要素は粘着性のあるゲルとバルーン,ですバルーンはちょっと特殊な構成になっていて加圧すると膨らみ減圧すると外から真空の機能を発揮できる。 そういうもので一方向にのみ空気を流すそういう機能がついていますで。まずはその動きをご覧ください、えー。まずはその仮吸着としてですね、粘着性を利用して外部に貼り付き、なおかつまあちょっとシールを試みた行いをします。で、たとえその完全にシールができていなくてもですね。 えー、そのお粘着の機能である程度持ち上げることができます。またあこのような凹凸のものでも、えー、またあその押し付けるも非常にわずかな力で吸着できますので脆弱なものでも貼り付けることができます。えー、非常にその軽くて多様なものに貼り付きますので、えー、ドローンにつけて強梁の検査に適応すると。 いう可能性も我々試みました。橋、え、梁、ー、検査では現在あのダウン検診、えー、そのコンクリートをこうきちっと打ってですね、その音をこう聞いて、えー、その劣化具合を調査するということが行われているんですが、非常に高いところで、えー、作業員の方にとっても危険を伴うものとされています。まあ、我々はそのドローンの移動機能そして作業性能をさらに高める上で。 このようなその山ビルから発送した吸盤でドローンを橋の裏に貼り付けるそしてまあダウン検査などにも,も適用できるそういう可能性についても検討している最中であります。ご覧のようにえまあいくつか生き物から発送を得た流体ソフトロボットをいくつか紹介してきました。 えー、皆さん、うん、関心を持っていただけたものはあったでしょうか。あのもし、えー、さらにご関心があれば、まあ我々の研究の一端も掲載されているまあこちらの図鑑などもご覧になっていただければと思います。ご静聴いただきどうもありがとうございました。生物の動きを参考にそっくりそのまま模倣するのではなく。 極力シンプルな構造で再現させようとする研究スタンスをお分かりいただけたでしょうかハードでもソフトでも結構ですこれまで世の中にいなかった新しいものや仕組みを作り出して社会を豊かにしたいという夢を持っている皆さん登校台があなたを待っています